皆さんこんにちは。こんにちは。今回のゴールデンウィークはステイホームということで、ピナちゃんのリクエストによりたこ焼きいたします。たこ焼き、たこ焼きやりましょう食べましょう。あ、たこ焼き食べたかったから。今日ちょうど外結構一日雨みたいで、どこも行かない。残念だね。残念だね、うん、じゃあたこ焼きやりましょう。はい、最初油なんだ。最初油よ。結構多くね。あ、大丈夫なの。油だらけになっちゃうじゃん。入れすぎじゃない。じゃあ私やるよ、うん、じゃあ半分入れてね。半分、うん、その穴の半分超美味しそう。焦げるよ。どこでも入れてる、うん、これ半分半分半分。これ半分よ。半分。あ、ジャンボ、あ、ジャンボ。半分、分かった。ハーフ。この穴の半分だね。そうそう、穴の半分。はい。じゃあまずタコさんどんどん入れていきます。はい。おお、ほら、揚げたてみたいだよ。油はもこもこになってる。大丈夫です。はい、食べていきましょう。うわ、めっちゃいい匂いする。食べたかった。わあ。ねえ、いっぱい入れてよタコ。タコ好きだから。タコで埋まっちゃうよ。いきそうだね。はい。うわっ、ひっくり返す。ならないなんですけど、ちょっと。ああ。うわ、いい感じだね。いい感じだね。うわ、やっと。お、ちっちゃい。なんか。うまくできない。めっちゃ美味しそう。ちょうど今の天気だったね。あなた上手にこうやってね。そう、私器用ですから。マッサージ師さんですから器用なんです。うるさい。わ、すごい、めっちゃ美味しそう。いいんじゃない。もう食べてていいの。まだ、もうちょっと待ってくださいよ。なんて食いしん坊な人なんでしょう、この人は。食べていいの。いいじゃない。もういいかもね。かわいそう、半分なった。あ、これはうまくできてるよ、ほら。私うまいな、やっぱり自画自賛。本当だ。これ、ソースはあるよ、ソース。ちゃんと食べる。これ、たこ焼き用のソースだって。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、おたふく、そうそう。めっちゃ食べたかった。あ、なんで出るの。なんか黒ソース美味しそう。どう？大きい。2回目焼くときはもうちょっと上手に焼けるんじゃないかなと思います。今回失敗しました、少し。でもちゃんと丸丸になってる。なってる。うん。ソース。美味しいね。うん。美味しい。ね、こうやってステイホームでも何か楽しみを見つけてね、うん、過ごすといいやね。このプレートはフィリピンの。
何がこのプレートをフィリピンに持ってくの？新しいの買って持ってけばいいじゃん、うん、フィリピンの家族とみんなでやると楽しいかもね。じゃあまた油揚げ入れるの？レベルっていいと思う、まだ残ってるから。うん、うわむずい、あく、今日はエレイル準備したから、あのフェイクラブ何したっけ、カニカマ、うん、カニカマタコ、ソーセージとチーズカニカマとかソーセージ入れたの私食べたことないな。だってさ、あの織物じゃないから自分でだけ食べるから好きなの入れればいいでしょ。まあまあ、まあ、いいんだよそれで、はい、また半分入れてください。うん、早くなんか箱ばかり入れてる。んまだ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 、いや、まず1個ずつ半分ずつ入れちゃって、もう入れた全部。わかんない、もうわかんなくなっちゃった。ちゃんと覚えてる。これもね。私ちょっとあの認知症入ってるから無理。もういけそうな気がするんだけどな。上手、うん、ピーピーピーパーフェクト何回かやってるうちに分かってるコツが分かる。ほら、もうできたよ、うん、こんな感じで、そうそうそう、そんな感じ。私の方が綺麗できたじゃん、うん、あなたボロボロ、そんな意外とね、負けず嫌いなんですね、あなたね。ほら、上手だよ。見て。お、すごい綺麗だ。めっちゃ上手じゃん、私。ね、あなた器用だね、うん、見て、あなた見て、うん、きついちゃんと綺麗にしてよ、綺麗にじゃない、別に売り物じゃないですから私、敵屋のお兄さんじゃないもん、やったことないもん、何度も落としなくてきれいにできたんだよ、うん、2回目はね、やっぱり慣れたんだね、少しね、はい、楽しみ、いろいろ入れたからねそうだね、今回ね何入れたのか覚えてないけどね、うん、また壊すと壊さないんだ、大丈夫だよ、みんな火あの熱通してる、早く飛ぶか子供じゃないんだから、少し待ってよ、お腹すいただからそう、今日食べてないもんね、何もね、私食べてる、 あなた食べた、食べた、うん、1日食べないと無理、待ってね、あ、これ最初にやったからさ、食べていい、うん、よ、我慢できなくてね、いいでしょ、うん、そうそう、何入れたの、知らない、もう覚えてない、チキンヘッド、鶏頭3歩歩いたら忘れます、変だろうな
最終あのね、熱いよ、やけどするよ。わあ、いい感じこれ。ちょっと手移したい。ソーセージ、ソーセージとチーズとタコとカニカマ入ってた。そんなに入ってた？そうだよ。どうですか？味が分かんな、熱くて。あまりきれいにできてないやつはなってあげる。きれいにできてるね、上手、上手だね。これフィリピンにいるカールやミッシェルもあれすると楽しんでくれるんじゃない？好きになっちゃうんだと思う、うん、この味が。フィリピン人のこっちに合うからこの味。ああ、そっか。じゃあトロトロかなんかでたこ焼きやってみる。それこそ8枚ねじり8枚着て、お祭りの関屋さんやらないと。大丈夫？何をやろうとしたの？ゆっくりにしてよ。まだ選んでるから大丈夫よ。ゆっくり選んで入れてください。パンパン。パンパンに入れすぎだと思うよ。大丈夫、うちらだけ食べるから。あ、まあ確かに。いっぱい入ってると一番いい。ここだけだと足りない感じ。入れすぎたってば。ちゃんとこの丸丸なるかな。なるよ。面白いでしょ。面白いで。めっちゃ面白い。あれだね、やり方が面白い。結構汚いで、あちこち行っちゃって。いいんだよ。あちこち行っちゃうって、それだけ具が入ってればこぼれちゃう。でも綺麗にお願いしたよ。ほら、ちゃんと直した。ほら、いい感じじゃん。ね、上手にできてるの。上手。たこ焼き屋さんにバイトするか。殿様食堂の、お兄ちゃんところ。私の友達のところ。これでいいのかな。もうちょっとにしようか。まだ茶色になってない。そうだね。もう少し置いて。汚い、見えてない。そんなことないよ、美味しそうだよ。たこ焼き、たこ焼き完食しました。4人分以上の、量があったんですけども、まあ2人で完食いたしました。お腹フルです。あなたばかり食べてたんだ。いやいや、あなたは大半食べてたよ。私は 30% ぐらい食べたんだな。30個？違うよ。あの32個焼けるよって書いてあったやつだよ。違うよ。まあ、美味しかった。美味しかったね。やっぱり家でやるとはね、結構美味しかった。いろいろ入れたりとかしたからね。ステイホームっていうことで、
おとなしく家に、こもって皆さんいろいろ楽しみを見つけて過ごしてください。ありがとうございます。それじゃあまた See you next time. See you next vlog. だ、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。チャンネル登録と Like ボタンお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあボタンで見る、うん、はい、じゃあまたね。ありがとう皆さん。いやでも皆さん、たこ焼きやってください。うん、ぜひ。